そうなんですけど、そこに一言足せば、僕はやっぱり屋敷高人さんの流れだと思うんですよ。僕。高人さんはいます。で、高人さんというのはやっぱ一番大阪の人にとって好まれた人物で、口も悪いし、いろいろづけづけ言うけども、根っこはすごい優しくて真実味があって、間違ったことをしないというイメージがあるわけですよ。だからあの人が信用する方は、その同じように信じていいんだというふうに、まあ高人さんという人は僕も何回かお会いして。 あの人となり知ってますから、非常に優しい人でしたよ。うん、正直。だから、あの高陣さんに対する、そのなんか敬愛というか。大阪人が持ってる、の愛情というのはよくわかるんですよ。うん、ただ、その高陣さんの周りにいた人が、うんうん、高陣さん生きてる頃は、目を光らしてるから。うん、そういう人もおとなしくしてたんだけど。はい、亡くなったら、その意向だけを利用して、ドンと上がってきたのが僕維新だと思うんですよね。ねええ、だから、まあ、安倍さんも、その人だと、僕は思ってるんだけど。うん 以降を、ね、間違った意味で利用しすぎやでと、うんうん、もうちょっと、ね、謙虚に、ね、あのなれないのかなと思って、うん、もうでしかも,もう今はもう高尻という看板がなかったらやっていけたらさ平気でもう鷹さんの,その気持ちみたいなものをどっかに置き忘れて好きかってやっててやるわけでしょ、うん、そうでもう今は、ねうん、あの吉本とべったりで。 そのね、吉本のねもね、よくない例えば土曜日の「朝っぱら」でい。からあれってねすごいんですよほんとすごいねでなんか評論家みたいなね坊主のおっさんとかおるんですよ名前知らないけど評論家のおっさんおるんで評論家でしょうね多分でもなんかお笑いみたいなことも言うんですけど多分お笑いとしたら全くおもんないんですよでもなんか評論家やからおもろいこと言うおっさんで出てると思うんだけど そんな人とかがね「いやもうだから松井さんとか頑張ってますよ」とか言うんですよ。はい、しますね吉村さんもそんな感じなんですよ。いやあれだけ働いてるねあの市長とか見たことないですよみたいなこと言うんですよ。とかりんごちゃんがうまいことね「いやでも口は悪いけどね」とか言うてこううまい具合にまとめるわけよ。で口は悪いけどめちゃくちゃ働く人みたいなイメージでどんとそこで決まるわけよ。りんごちゃんうまいんだけどそんな感じでねなんか。 あのもう本当に維新を全面的に要所して担いでやってるわけですよ。もうあれ見てたらねやっぱりもうマスコミっていうのは、ね、あの本当にあかんなと思います、うん、正直、まあ、何か大きな力でやっぱりそれはねマスコミだから、うん、あのスポンサーお金出してくれるところとか影響のあるところに対しては逆らえないんだろうけども、ね、本来、マスコミってそうじゃないわけじゃないですか。うん、言ってみたらそうです、ね だからそう吉村さんとかが生出演とかやってるけどそこをもっとこうついていくような質問とかをした方がいいですよねどうせ出てきてくれるんだったら本当にあれはどうなんですかとか本当にゼロなんですかとかねもっとそ,のそこでしか聞き出せないこうだからそういうジャーナリズムみたいなものも全くないですよね。とからあのがっぱの問題にしても吉村さんはデマだとか言ってるわけですよ雨がっぱでなんかってお前ら募集してたやんってうちのマンションにも <うん S 1> 募集してた <laughs> <laughs> 貼っけたからそれをね ななかったたことにするみたいなね、うん、だからああいう発言が「あのえどういうことなの?」って、うんうん、あの辺ちゃんと説明してほしいですよね、うん、いやそういう募集はしましたけど実は使い物にならないからゴミになりましたとかね、うん、言ってくれないとまだしもそんなん集めてそんなんでね医療,医療をしたのかとか言われたらデマだとか言って、うん、切り捨てちゃうわけでしょ。 うん、うん、そみんなの、やっぱりそれは志じゃないですか、言うてみたら、うん、で、そんなことをした人が、そんなこと言われてんのに。それに対して、こう、なん、何も言わないっていうのも、ちょっと不気,不気味やしね。うん。だから、忘れちゃうんですよね。だから、その後どうなったかまではいかないっていうこと、ね。行、うん、かないわけですね。うん、うん。で、なんか、こう。や、やることなすことってっおかしいけど。要は、橋本さんになってからの。なんか、緊縮路線っていうんでしょうかね。うんうん それによってですね、やっぱりその今の医療体制、うん、あの結構その医療従事者の数も少なくなってるわけだし、はい、あのこういうところでその弊害が出てきてるわけじゃないですか,、うん、だ,からだからそういうことも含めてね果たして維新っていうのが何かいいことをしてくれたのかなっつって、うん、でいいことしてくれたらこんないいことしてくれたっていうのを教えてほしいなと思ってるんですよ、うん。うん 結構なんか僕は弱いものからまあお金をね税金とかをね、うん、今までやったら多少はなんかほら情みたいなものがあった、うん、それ情を持ち込んだら駄目なんですよ、はい、行政なんかにねでもやっぱり情っていうのは大切な面もあるじゃないですか、うん、それが橋下さんになってからもうそういうものはなくなったみたいな例えば文楽に対していわゆるこう補助金出さないとかねでやっぱりああいうその誰国が守らないと死に耐えていくような 文化に対してははは多額の金は出せとは言わないけど、うん、やっぱりそれが継続するようなことっていうのはやっぱり例えば日本の伝統ということを言うんであればそ,、ね、それは大切なことでしょう、うん、正直。はい、ほっといてもまあ例えば歌舞伎みたいにやっていけるのもあるのかもしれないけど、うん、やっぱ文楽というのもあれは日本の文化としては そうですね,ねえ消え,、うん、消えたらいかんものではない見たことないですけど、はい、見たことない人が言ったら分かんないけど、まあ、でもそれはやっぱり残してほしいなっていうような気はあるけどねそういうなんかちょっと肌の底の冷たさみたいなのあるじゃないですか、うん、言うてみたら、ええ、でちょっと僕それってやっぱり今の日本の安倍さんの政治とちょっと似てるような気もしてね。うん ねえー、ちょっとなんかそういうことを感じたりするんですが、はい、まあまあその安倍さんっていうか今の政治ですけども、うん、あの持続型の給付金事業というのがございまして、はいえー、まあ,あ中小企業に対して最高200万円まで給付しようというような事業なんですけども、はいえー、それの事業、えー、持続型給付金の事業をですね えー、国から請け負った経済産業省経産省から請け負ったですね、はいえー、業者がですね、はい、まあ 96%97%、まあ、全売上げの97%ぐらいの額で別のところに丸投げしてるわけですよ。<う>だから初め受けたところが例えばこれ769億円の事業なので、はい、20億円抜いて丸投げしてるわけですよね。うん はたしてそういうことがいいのかどうかうんよくないでしょう。うそうですね、うん。よくないし、うん、そういうことをしているうこれはサービスデザイン推進協議会というんでしょうかね。はい、そこは過去やっぱり1500億円を超える、えー、事業を国からまあ経産省から受け負ってて、はい、そのほとんどが丸投げしていると、うん、いうことなんですよ。で今回特にあのー、コロナに関しての給付金ですから。はい 結構も出たたになったんですけども、うん、769億円で受けて749億ですか20億抜いて丸投げしてるわけですよ。何もせんと下に下ろすだけで2 0億稼いでるわけですよ。うん、がわからないですわ、ね、からないでしょ<ー>でそれに対して問題はあるやろうということで今日も国会で、うん、あのいろいろとあの質疑やってましたけども、はい、この経産大臣はですね問題はないって言ってるんですよ。 再委託するということ自体が分かってたんですかと、はいうん、で、再委託とかいうのはあの100%再委託100%で再委託するのは良くないっていうことあかんって書いてるんですよ、うん、その契約書内なんだ計算書の、はい、でもこれは97%やから100%じゃないわけですよ、うん、でもほぼ100%じゃないですかそうですね言うてみたらつまりあの自分のとこ儲けだけ取って真ん投げしてんねやから100億を10億取って90億で振ってるんじもんでしょ、うん だから100億を100億で渡したらあかんけども90億やったらええということは10億抜いた方がええって判断になるわけやんかそれって10億抜く方が悪いやん丸投げやったらも自分とこ1円も儲けなしでそのまま振るんやったらまだしも儲け取ってでもそのまま100%振るんやったらダメで中取ってるからいいって話になっちゃうでしょそれってその契約自体の不備があるやんその,その考え方に。 例えば10億だったら10億20億だったら20億、うん、抜くことによってそこが何をしてるかということじゃないですかです、ね、あの下に全部振るんやったら何もしてなないわけじゃん、はい、んか自分のところでそれなりのことを20億分のことをやってますというんだったら、うん、その何をやってるかということを、ね、明らかにしないといけないそれを出さないんですよ。うん 最初からそういう目,あの目録でやってたのかなとかって思ってしまいますよね、はい、抜け道を作ってたのかなとかね。はい、でその一番そこの上の受けたところの理事長が、うんいや「私理事長ボランティアでやってるから何も分かりません」って言って辞任しよったんです、うん、もでえつい最近理事長になったかとか言うてるんだけどもう2017年とそのぐらいからもう理事長になってるらしいんですよ、はい、ちゃんと分かってるんですよ。 だからこう,もう説明も嘘ばっかりやしこの経産大臣もそういう嘘を全部言うとるわけですよ、はい、で経産省の人も官僚も全部何何ど,どこ聞いても、うんあのー、いやそれは言えませんとかそれはなんか文章残してませんとかまず例によってあれですよ、うんはい、だからもう野党の方はものり面というか黒く塗りつぶしてるのもええから全部出してくれるって言うんですよ、うん、出さないなんで出さないかって出せないんですよ。うん 出せる前だ。